剛プロテクト街を他球団で例えると、オリックス、平野佳寿、ロッテ、西野雄二、ソフトバンク、和田剛、楽天、田中将大、西武、増田達志、ハム、宮西直樹、阪神、青柳晃洋、広島、大瀬良大地、 DeNA、 山崎康晃、巨人、菅野智之、ヤクルト、石川雅樹、中日、大野雄大。ヤクルト石川が一番しっくりくるな。ロッテは荻野やな。合同を切れやろ。野手もありなら荻野や、それこそ西武なら栗山あたりか。和田レベルの功労者をあっさり出すとか考えられん。西武はおかわりだの、増田は普通にプロテクト外。和田のように NPB1 球団だけに17年も在籍した功労者の人的保障は初めてだ。ヤクルトがカツオを外したらファン辞めるわ。そもそも摘み取ったことあるんだから、前例ある異常警戒しないと。メジャー帰りで古巣一筋と考えたら、青木平野田中が人的で他球団行くようなもんだな。岩瀬式プロテクトを狙ったが失敗。一昔前ならカープのプロだとかやな。この上バウアー大枚叩いて取るばいってなったら笑う。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。